だよ。ほい。年末に差し掛かり、とう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 お財布の準備の話をしました。でも、お財布ってポイントなのが使い方じゃないですか。そうだね、使い方だよね。はい。だよ、そこについてもうちょっと詳しく教えてほしいです。いや、大切に使うしかないけど。はいはい。あ、じゃ、ちょっとわかんないんですよ。なんでかっていうと、大切に使ってるつもりだと思うんですけど、みんながみんな大切に使ってるつもりだと思うんですけど、はい。本当に大切にするっていうのはこういうことだってことを教えてほしいんですね。本当に大切にするのはこういうことだ。はい。いや、中には毎日掃除する人いるからね。家に帰ってからね。全部出して。あ、全部出して綺麗に掃除する人いるよ。あ、そうなんですね。それは確かに大切にしてる感じしますね。うん。でも、結構ね、なんか僕なんか職業柄さ、はい、やっぱコンビニに並んでる人とかスーパーで前に並んでる人の財布をやっぱつい見ちゃうよね。あ、大悟は人の財布見るのは好きなんですね。いや、もうつい見ちゃうよね。あ、そうなんですね。うん、でも見るけどね、はい、本当に汚い人多い。あ、本当に汚い人多い。大悟のこれ汚いぞ、お財布ランキング教えてほしいです。いや、もうね、もう財布がメタボ。あー、なるほど、びっくりしてる。うん、だからそこにもうレシート領収書が無限に入ってる。あ、もう無限列車より入ってるから。無限列車より入ってるんですよ。入ってる、うん、本当です。うん、もう煉獄さんすっげえ怒ってるもん。いや、そうなんだ。煉獄さん怒ってるんです。怒ってる。お前の財布燃やすぞとか言ってる。そうなんだ。めっちゃ怒ってるよ。さすが縁柱。すごいエネルギーで。エネルギーの。レシートたち全部燃やしてほしい。燃やしちゃうっていう、もう怒ってるもん。お札も燃やしちゃうかもしれない。めっちゃ怒ってるね。あ、そうなんですね。うん、怒らせないでほしい。うん。あ、そうなんですね。そう。で、はい。だから本当にそのね、並んでる。ね、人たちの財布見ると、はい、なんか教えてあげたくなるよね。あ、いや、それはちょっとまずいよ、それって。あ、で、で、はい、これは本当に面白いね、はい、やっぱ僕もさ、スーパー行くさ、しょっちゅう、はい、買い物行くからさ、はい、自炊するからさ、買うさ、はい、スーパー行く、行く、で、その財布が汚い人、はい、いるじゃない、います。財布が汚い人のカゴの中にはジャンクフードだらけ。カップラーメン、ポテトチップス。あ、もう面白いね。コーラ、うん、ピッツァ、うん、ピッツァは入ってないけどピッツァは入ってないんだ。ほんで、そうなんです。だからその財布の汚さとそのカゴの中のジャンクフードっぷりが結構比例してるから面白いと思う、ね。あ、そうなんですね。これ面白いですね。ほら、うん、面白いね。はいはいはい、うん、だからそういう目でなんかついつい見てしまうんだよね、いつもね。あ、そうなんですね、うん。でも僕の友達にセブンイレブンの人いるけども、はい、やっぱり一日何百人ってね、そうやって接客してお客様のレジ打ちしてるけども、はい、本当に財布が汚い人が多い。これはもう言う。あ、セブンイレブン、だからコンビニに来る方ってことですよね。そう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 、コンビニに来る方の、やっぱり、はい、あの人たちはもうレジね、毎日何百人ってやるわけじゃない。見てます、見てます。そうそうそう、必然的に財布見るじゃない。はい、見ます、見ます。もう、まあ最近はね、もう。自動になってきてますね。もうね、こうね、はい、スイカとかでいろいろ払えたりするけども、はいはいはい、でもやっぱりその財布が本当に汚い人が多いと。はい。で、財布が汚い人ほど態度が悪いって言うんだよね。だから財布の汚さと態度の悪さがリンクしてるわけだよ。面白いですね。うん。ってことは、うん、態度が悪い、財布が汚い、うん、あと何、コンビニに来てるからジャンクフードだらけ。ジャンクフードだらけってことはなんか波動が低いみたいな、その3拍子4拍子が揃ってるわけです。いや、もうそういうふうにね、やっぱりそうやって毎日ね、何百人も店番してる人がそう言うんだからね。はいはいはい、はい、でやっぱり中には本当にすごい、あ、もう財布すごい大切にしてるんだろうなっていう人いるけども、はい、やっぱりそういう人たちは腰が低いっすよね。ああ、そうなんですね、うん、ありがとうを言ったりだとか。そうそう、だからお金払うときにさ、はい、普通お金払うときありがとうって言う人ほとんどいないんだよ。あ、そうなんですね。いないでしょ。ほとんどいない。ほとんどいないですね、うん。だってお金払うのありがとうって払わないじゃん。あ、そうですよ。だけどやっぱりたまにいるんだって。はい。でも僕も言うよ、ありがとうございます。だよ、言うじゃないですか。もう言う、必ず言うよ。はい。でもそれはその人、その店番してるその方に言ってるんです、はい。僕はお金に言ってるつもりなんだけどもね。あ、そうなんですね。そう、ありがとうって。はいはいはい、他に言ってるんだけど、やっぱね、レジ売ってる人は自分が言われたと勘違いするんだよね。そうですね、そうですね、うん、だからそうね、はい、だから本当にね、その店番ね、はい、いろんな、まあ、いろんなね、ショップがあるけども、やっぱりそんな中でその店番してて、はい、結構虐げられるんだよ、うん、レジの方たちは。あっためろよみたいな。あ、もう言うね。はい、言いますよね、うん、本当に。それね、すごく、だからそういう時の態度っていうのがやっぱ出ちゃうんだよね。いやー、そうですね、うん、財布汚い人はこの牛乳のパック買った時に温めろよみたいな言ってくるんです。いや、温めろじゃないんだよね、チーンって言うから
お母さん相手に話してるみたいな感じですね。そうだね。チーンって逆に。チーンっていう。あ、そうなんだ、うん。怒りながらチーンって言うんですよ。必ず言う。愛らしいですね。そうなんだ。だから本当にそういった意味では、はい、もう財布が汚い人はいろんなところにこうリンクしていっちゃうんだよね。ああ、そうなんですね。そう。だから、まあこれあくまでも統計学だからさ、はいはいはい、もちろん財布汚くたってね、ちょっと謙虚な人はいるだろうしさ、はいはいはい、だからまあ完全にもうこの宇宙はさ78対22の法則で回ってるわけだから。どういうことですよ。もう8対2の法則だからこの宇宙はさ。どういうことです。どういうことです。どういうこと。はい、だからこの宇宙はもう8対2の法則で回ってるわけだから、はいはいはい、その財布がね、だからね、財布が汚かったら、はい、80% の人は絶対に態度が悪いし、はい、いろんなことにリンクしてくるわけだよ。なるほど。財布が汚いイコールになってくるわけだよ。財布が汚いってことは家も汚いんだよ、はい、財布が汚くて家が綺麗はないんだよ。ああ、そうなんですね。8割の人はね。でも例外的に2割の人は財布が汚くても家が綺麗な人はいるはずなんだ、はい、あ、そういう意味で完全に統計学だからね。あ、そうなんですね、うん、だから財布を見れば大体その人となりが大体見えてくるわけだよ。あ、そうなんですね、うん、だから財布ってのは本当に綺麗にしとかないと、はい、家だから財布のね。そうですね、うん、だからいろんなところにリンクしてくるから、はい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 、本当にだからね、そのコンビニの人もやっぱりね、財布の綺麗な人は、うん、ね、その腰が低い、財布が汚い人はもうその傲慢、うん、はい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 、うん、だからそういうの分かるよね。ああ、そうなんですね。あの財布がまず メタボにしない、レシートとか、そうだからもう財布っていうのはもう絶対的にレシート領収書入れちゃいけないんだよ、はい、そういうことですよね。入れちゃいけないんだ。他に入れちゃいけないものってあったりしますか。いや別にね、あとよくねポイントカード入れちゃいけないですかとか言われるけど、別に全然入れていいですよ、はい、あ逆にじゃあ入れといた方がいいものってあったりしますか。いや別にないよね。あただあのお金は、はい、やっぱり僕はいつも言うけど1万円札は、はい、やっぱり頑張ってちょっと多めに入れてほしいな、うん、あーなるほど。中に1万円札が1枚も入ってない財布があるんだ、はいはいはい、これはお金を呼ばない。あ、この財布はお金呼ばなくなっちゃうんですね。呼ばない。あ、そうなんです。これなんでです、うん、なんでです。いやもうお金は寂しがりなんだよ。お金は寂しがりなんです。寂しがりだよ。だってその財布にさ1万円札が入ってないってことはさ、はい、何千円しか入ってないわけでしょ、はい、だからその財布はさ何千円しか集めようとしないわけだよ。そうなんですね、うん、え逆に10万円入ってた場合ってどうなんです。いやだからもう常に10万円キープしようとするんだ。ああ、そうなんですね、うん、それはありがたい。そうだから僕の話聞いてさ常にさお店に100万円入れてる人いるんだよね、はい、はい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 、はい、だからやっぱそういう人はやっぱり金運高いよね。そうなんですね、うん、まあ見ててそう思うよね。確かに一、うん、人見たことあります今まででいやたまにいるんだそういう人。たまにいらっしゃいますね。たまにいるの。あのお店の100万円が入ってる人、はい、常に入ってる、ま、そうそう。だからそういう人って本当にね結構金運高いよね。高いですね。高そうです、うん、だからでもね僕のお世話になってる将軍様なんていうのはもう常に財布に1000万円入れてるからね。財布に1000万円は入りませんだからなんていうのが財布ってなんかポーチみたいなポーチみたいなやつ、ね、もう1000万円財布の企画じゃないですよ。もう1000万円入れる人はそうもう財布の企画が違うんですね。財布の企画が違うね。そうなんですね。うわもうすごいよ、はい、だってもう将軍様の仕事は、はい、毎日1000万円を使うのが将軍様の仕事だから。意味が分かります。意味が分からない。意味が分からない。意味が分からないね。うん、だから1ヶ月3億使うんだよ。だから1ヶ月3億使う。1ヶ月3億使う。そんな人間この世界にいます。いるんだよ。あ、そうなんですね。だからね夕方出かけるときに1000万入れて帰ってくるときは空になってるっていうすごい世界観だよ。すごい世界観。すごい世界観だよ。マジで見たことないですね。だから将軍様は本当にお金を配ってるから、はい、あ、そうなんですね。お金配ってるよ。そうなんですね。もうすごいよ。すごいっすね。すごい。お金配るって全然あんまイメージしない。あ、だからもうチップだよね。あ、チップか。うん。そう、めっちゃかっこいいですね。ちょっとでもなんかやってくれた人にはもう、はい、札束が飛ぶからな。そうなんですね。そう、スマートだよ。あ、もうスマートウォッチよりスマートだから。そうですね。うん。アプローチよりスマートだ。スマートだね。すごいスマートだね。だからそういうのを見てるとかっこいいなって思うよね。あ、そうなんだ。なんかなんていうのかな、傲慢っぷりがないよね。あ、渡すことに。さっとなんかこう自然な形であんまり目立たないように。なるほど。いやらしさがないんですね。うん、紳士だよね。あ、そうなんですね。うん。めっちゃいいですね。だからそういうのを姿を見てるとすごいなと思うよね。そうですね、そうですね。うん、だからなんかね、本当すごいよね。だって毎日1000万使わなきゃいけないってすごいよね。すごい生活ですよ。うん、本当にすごいと思う。これ使う誰かのチップっていうことはその人が喜ぶしてもらってありがとうのお金で
渡すじゃないですか、うん、そういうお金の使い方ってすごいいい使い方なんですよ。やっぱ出口戦略だからね。ああそうなんですね、うん、もう将軍様のそのお金のね、そのなんていうのかな、うん、お金の世界観っていうのはすごいよね。ああそうなんですね。そうだからもう使うから入ってくるっていうね。めっちゃ面白いですね、うん、だから使い切れないんだと思う。あ、大王あの前、うん、銀座工事、銀座工事、はい、はい、あ、銀座工事ね、その一番好きな匂いってあるの、うん、キャラの匂いってね、はい、でも銀座工事の話して銀座工事がずっと売り切れだったって言ってさ、はい、銀座工事の店員が文句言ってたっていう僕にクレームが来たよ。そうですね、勝手にあんなの YouTube で流されるからうちの店困る、だからあんなの勝手に流されたら困るんだよねって銀座工事の人言ってましたって、はい、まあ、店員さんは言うかもしれないけど、うん、社長は喜んでます。社長は喜んでるよ、ね、絶対間違いないです、うん、これ社長の方見てますかね。見てますか。銀座工事の本店の方ですからね。はい、うん、なんで潰しにかかってるんですか。なんで潰しにかかってるんですか。ダメですよ。だって怒られたの。そうです。うん、なんか勝手にそんなの放送しないで困るんだよこっちもってなんか言ってましたけどね。はいはいはい、でも社長は喜んでるので、うん、社長喜んでる、ね、はい、僕たちは社長のために、うん、あの宣伝してるだけであって。そうですね、はい、なので一緒になんか商品開発してください。はい、ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。コメント、チャンネル登録、グリーンボタン、高評価ボタン、なんでかけてくれますか。練習と違うじゃないですか。なんでなんだ、なんでだ。登録してね。よろしくお願いします。YouTube をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではさまざまな開運情報や、はい、どうしたら人はね運気が上がってくるのかってことに特化していろんなことをお話をさせていただいておりますので、もしよろしかったらチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録、ここ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 一周回っちゃってるよこれ。何周回るんですか。ということでチャンネル登録をよろしくお願いします。また。